どうもどうもミスター X です。2019年7月の30日ですね。30日、いやー大阪は快晴ですね。快晴です。32、3度までもうすでに気温が上がっているというところですね。真夏がやってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、まあ夏を満喫している方もいれば、やっぱりお金が足りないなって、楽しめないなっていう方、いろんな時間は平等に与えられますけども、やっぱり収入という面では、平等じゃないっていうのが、まあ、今の現実かなと思います。はい、では今日はですね、世界一簡単な働き方改革の、特別編ということで、たまにこんな形でお話はしてますけど、トップバズですね。トップバズの、現状についてお話ししていきたいと思います。今現時点で、チーム予宿ですね、この3人のチームで塾を運営しているトップバズ塾ですけれども、今ですね、7月に入ってどうしても一番最重要だと言っても過言ではない、0.2 円アカウントですね。単価落ちが、6月末から7月頭にあって、で、新たなアカウントを作るけれども、単価が上がらないっていうことがですね、かなり続出していて、困ったなという状況にあったわけですけれども、そんな中ですね、チームよしく3人の講師で今検証を続けております。それは何かというと、 0.2 円のアカウントをですね作る検証をしているというところです。いろんなジャンル、いろんなジャンルの中でも手法ですね、どういったルールで、作っていくのがいいのかというところで、やっているわけなんですけれども、一つですね、やっぱり行動していると道筋ができるもので、面白い検証結果が出始めています。実際にこれを最終的にですね、今面白い道筋が出てできてきたというところを、実際に塾生の方々、そして新たなこれからですね塾生になっていただける方々にお届けできるべく、検証をですね続けていっているところなんですけども、0.2 円アカウントを作り、そして、バズらせる、バズるタイトル動画を投稿していく、ここが非常に重要になってきますので、しっかりと検証をして、で検証結果が出て、でその上でですね、提供していきたい情報を提供していきたいと、させていただきたい、そして人に喜んでもらい、そして人に幸せになってもらいたいっていう思いでやっていきたいと思っております。ですので近日中、でも検証の結果によりますので、確定的なことはちょっとねここでは明言は避けたいと思いますけども、非常に 0.2 円アカウントが作ることができるだろうという、シミュレーションがですね今実際にやってますので、特に塾生の方はですね楽しみにしていただいて、でさらに、0.2 円アカウント作りたいんだけどなかなかうまくいかないなって思っている方もですね、ぜひお問い合わせを、今いただいてもいいんですけども、今はねまだ検証中ですから、検証結果が出てからでもですね、お問い合わせいただくのは遅くないかと思いますので、ぜひ
まあ、検証結果を楽しみにお待ちいただければなと思います。それでは、本日も最後までご覧になっていただいて誠にありがとうございます。